皆さんこんにちは、こんばんは。ココロリンクゲームズ、ベイくんです。スーパーマリオメーカー実況やっていきます。よろしくお願いいたします。まずこちら浜子さんのコースですね。メタルマリオ30秒チャレンジいきましょうか。クリア率が 3% ぐらいでございます。さあ、どういうチャレンジをするのか非常に気になるところでございますが、オッケーオッケーオッケー、でくでくでくで、とりあえずスター取っとけんか、スターを取っとけんか、なぜなぜだ。でもこれ全然余裕やん。何が30秒、何が30秒チャレンジやった。何に対して俺は挑戦してるんや。どういうことどういうこと、全然わからへんねんけど。これ、あ、わかってしまったよ。これ火を左にしてはいけないんや。あいつが喋れない、あいつが燃えたらか着火したらあかんから、こうやって、よし、いいぞいいぞいいぞ。30秒。待って、オッケー。それはまずい、それはまずい。ここのバネの上に置いとけば大丈夫みたいな、そういう裏技的なことないかな。これ相当難しいぞ。前線や、すべてにおいて、前を守っていこう。で、バネ使うんで対処できるとかはバネ使わない。バネを変に使わない。なんかアクションに、気持ちを取られて、これまずい。オッケー。よし。あれ上は？上まずいね。あいつの火ね、いい格好で、変えてくるから角度。これ自分のジャンプで対応できる。自分のジャンプで対応できるときは自分のジャンプで対応しようぜ。これはあかん。じゃあこうして、自分のジャンプで対応して、ウェーイ、オッケー。あれはね、やばい。オッケー、なんとかなった。下せこない。大丈夫やろ、あれさすがにね。オッケー。やった。鍵ゲットした。ってことは、これもう1点いいやな。1点。ちょ、待て。よし。逃げろ。なんとか30秒耐え切りました。ありがとうございます。素晴らしい。これめっちゃ面白い。いいコースでした。ありがとうございました。というわけで、メタルマリオ30秒チャレンジ。これまた素晴らしいミニゲーム系の、ステージ。ありがとうございます。楽しませていただきました。では次のコース、参りましょう。続いてこちらのコース、アミーボスプリントレッドコインスピードラン。いきましょう。クリア率が 1.34% でございます。これまた楽しそうというか、爽快そうなコースでございますが。最高。いきなりカロンじゃない。俺今何なってるよくわからんことになってんねんけど。すげえ。かなり自動、死んだ。いろいろあったけども知りましたよ。さばい。おー、なるほど。何にでもなれるのか。何にでもなれるって言ったらちょっと語弊がありそうやけど、私は今何やったっけ、このファミ通のキャラクターになってる気がしますが、これ落下やろ、多分。おー、すげえ。で、抜けていく。落ちていく。楽しい。で、あー、しまった。一回食らったごときでは私はまだ死ぬ。私は死ぬか、やはり。一回食らってもいいというお墨付きをいただいてるものの、私は食らうわけにはいかなーい。バネ使ってして、これいけるか、いけたー。音符、お前、よし。カロンちゃんが、食らってしまった。しかし私はゴリ押し、いや、これはゴリ押しで行ってくれということでしょう。しかしながら、こちら左に行って、オッケー、飛ぶ、面白すぎやろ、これ。音符ジャンプかまして、カロンちゃん、跳ねっ返りね、跳ねっ返りマリオを演じてからの、おー、違うかー、今のはどういうことでしたか。カロンちゃん、で、跳ねっ返りね、跳ねっ返りで、よいしょして、よいしょーで、これいけるか、よし、来たー、なるほどね、合ってました。おー、かっこいい。バネっこ取る、いやいや、そこ当たるんかい。さあ、来た、ナムコです。最強キャラクター、ナムコのキャラクター登場した時点でもう私の勝ちですよ。任天堂とナムコが手をつ、組んだら、もう怖いもんなし、しかもなんかやたらにこのパックマンというか、通常時のパックマン、でかい、謎のでかさを秘めておりますが、走ってる時はなんかしょぼい。走ってる時はしょぼいけど、こうやって跳ねていく。で、カロンちゃんで、よいしょい！来た、ついに燃やされることなくここまで到着でございます。さあ、いくぞ。音符踏んで、よいしょ、よいー。で、これ一回突っかえたら全てがうまいこといくみたいなところがある。さあ、下振って、カロンちゃん踏んで、バネちゃんからの、ここジャンプしたらなんと超えていける。あとはもう好きにやってくださいみたいな、ここジャンプする。オッケー、来たぞ。いったんちゃうか。どうだ。なんか4択来たよ。最後の最後で4択来たけど、なんとか私の勝ちでございます。嬉しい。っていうか、ほんま、さすがナムコ、最強キャラクターをありがとうございました。というわけで、アミーボスプリントレッドコインスピードラン、めちゃめちゃ面白かったです。っていうか、最後の4択ね、
あれ、ミスってたら死んでるとこあったよね。結構ひどい気がしますけども、めちゃめちゃ楽しませていただきました。ありがとうございました。では、次のコース、参りましょう。続いてこちら、宵闇のドッスンロード、ロードトゥースワンプ。行きましょう。このタイトルがまたかっこいいんで、よろしくお願いします。クリア率が5%ぐらいでございます。宵闇って言葉使ったら大体かっこよくなるよね。君落としてったらいいわけでもないのか。なるほどね。で、君は落ちるよね。するとここ乗っていける。いいよ。君落とす。君落として君に乗る。キノコ。キノコありがたい。さあ、3体とも落ちていく。お前たちはバカ。あいつらはバカでしたが、これは？待てよ。そんなギミックがあったとは。君ら落とす。さあ、ここやぞ。このね、ギミックは見事にやられましたが、待てよ。どうしたらいいんや。これは、こいつ落として、で、先に、いやー、無理がある。これはゴリ押しです。 これはゴリ押しして、君に乗って、あいつ発動1回刺して間を抜ける。いいよ。で、これ乗って、待てよ、もう一回落とそう。もう一回落として、いや、タイミングが合わん。これね、オッケー、危なかった今。で、乗って中間。素晴らしい。ドッスンロードめっちゃ面白いやん。さあ、カロンちゃん無敵なんで何回でも踏めます。君を落とします。で、ピョーン言うて危なし。で、ダッとして、で、トン。あー、痛い。頭痛い、頭痛い。頭めっちゃ痛かった。2回頭打ったけども。さあ、これは多分落とした方がいいか。落としといて、のらー。オッケー。次はどうする？タイミングが難しいね。一気に落として、いやー、難しいな。いけるこれ。これ相当むずない、ここ。君は落としてピョーンやろ。これはよし、これでいける。よし、余裕でいけた。あんだけ悩んでたのが嘘のようですけども。さあ、カロンちゃん踏んで、これはそれぞれのカロンちゃんを、踏んでいく。よし、楽しい。ポンポンポンで、ポンで上来て落として、これはどうしたらいい？オッケー。いやー、痛い。岩が痛い。岩が痛い。スイーン。シーアピアが見てー。よし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 。なんとかいけました。これを一発でいけないのが情けないところでございますが、見事ゴール。ありがとうございます。楽しかったです。というわけで、宵闇のドッスンロード、これまた面白いコースをありがとうございました。では、次のコース参りましょう。続いてこちらのコース、ゆっくりリフト旅。クリア率が 42% ぐらいでございます。これは楽しみ。サムネ見た感じにね、結構難しそうなんですけども、42%ということで、ゆるりと曲もね、ゆるりしてってくださいみたいな感じの曲なんで、こうして、結構難しいよねこれ。なかなか難しいこと要求されてる気がしますが、ゆっくり、ぶらり、ゆっくり旅みたいな。全然喋れてない。ぶらり、ゆっくり旅って謎すぎんねんけど。ここ通ってって、さあ、来たよ。ハイファン6のバルディスみたいなやつ。あ、これちょっと待って。音符様、ファンなんだよね。オッケー。葉っぱゲットして、上に行って、見て、なんか真ん中、すげえおどろおどろしいシステム出来上がってるよね、あの真ん中な。なんか儀式やってそうやで。あのトゲトゲがそういう感じがしますけども、そこを飛んで、これはどういうこと、どういうこと。あ、そっかそっか。こうして、こうして、で、待って待って待って、ダサい。 あの扉開けて何もできないという、そういうダサさを秘めておりますが、落ちて、結構むずないこれ。かぶりたい、かぶりたい。かぶっていく。するとお前は多分こうできるわけやろ。あ、踏んで、こっち行って、よしよしよし。多分合ってるね。ピンクコインもじゃあ全部集めていきたいね。中間来てからの尻尾振って、なるほどね。ピンクコイン集めるのがちょっと難しいのかもしれんな。ハテナ振って、オッケー、大丈夫、それは大丈夫ね。これね、倒せる、実は倒せるけども、倒さないでいきましょうか。で、上行ってピンクコインゲットして逃げる。で、しゃがんでメットの振りを、バルです、バルですが、キノコありがとうございます。これ尻尾で叩いて、フラワーか、フラワー取っておいた方がいいかな。フラワーを取っておきましょう。で、音符に対して、これは、ペアね。ペアで倒していく。これやばい。タイミング。タイミング。やばし。オッケー。ナイスタイミング。あのトゲめちゃめちゃでかいな。さあ、ラスト1枚。取れてんのかな、ちゃんと。気になるところです。なんか曲ないの。曲もうちょっと欲しいところやで。君とせっかく戦うんやったらね。上になんでテレサみたいなのしてんの。なんか右に逃げてったけど。いろいろあってよくわからなくなってきた。メット取られた。メット取られてしまいましたけども、さあ、攻撃して、あ、なるほどね。踏めないようにしてんのか、このテレサちゃんで。すげえな、この防御力。うちのメットより防御力高いみたいな、そんなところあるよね。
ガオー言うてるし口かわいすぎやろこの二段に乗ってるやつすげえ踏めへんって面白いおら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 、しかし私のは、おそっかそっか、テレサが解き放たれるんで鍵ゲットしたんで真ん中に入ればいいということかな。面白い曲がゆっくりしてるな。ほんでピンクコインゲットありがとうございます。そしたらそこに行けるんか。まず何ゲットするかというと、カシャーンってかぶってワンナップビッツありがとうございますめっちゃいいや。このコースすげえまたありやった。ほんでふーわ、びっくりした。スターをいっぱい取ってまたあり感覚でスターが私に追いつけないスターが私に追いつけないのでゴールして差し上げました。またありとさせていただきました。ありがとうございました。というわけで、ゆっくりリフト旅、ありがとうございました。めちゃめちゃ、こう、なんていうか、心が洗われたと言っていいんでしょうか。素晴らしいコースでございました。では次のコース、参りましょう。続いてこちらのコース、ネタ。クッパは密室から脱出できるようになりました。クリア率 77%。気になるね。完全に閉ざされてる感あったよね、クッパさん。相当困ってるから、これまたルール無視して、せこいことをするんかな。脱出したはいいけど速攻で殺されたで。あんた、めっちゃかわいそうや。せっかく逃げ出したのにもかかわらずですよ。かわいそすぎる。ちょっともっかい見たいで。もっかい見てみよっか。さあ、もっかい見てみましょうか。まず暴れて出てきて、目の前に退治してる。退治してなんか頑張ってるかある。めっちゃクッパ、歩いてきた、死んだ。何しに来てんあいつせっかく脱出したのに目の前にいるマリオにはちょっと到底勝ち目がないと、理解したんでしょうか。自殺という道を歩んでくれました。ありがとうございました。というわけでクッパは密室から脱出できるようになりました。これまた面白かったね。あの最後のね、クッパが自ら歩んで死にに行くというね、あの潔さがまた私ね、クッパをちょっとこう好きになると言ったらいいんでしょうか。やっぱあいつはいいキャラやと思わせていただきました。素晴らしいコースをありがとうございました。というわけで今回こんな感じで終了です。最後までご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたら高評価やコメント、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。ホコロリングゲームズのメイクンでした。バイバーイ。